はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、こちらムーブーチャンネルの方で、また一つですね、オーディオ関連の話をしたいと思うんですけど、今日のテーマはですね、こちらでございます。はい、こちらがですね、 Apple の AirPods Max っていう、こちらですね、ノイズキャンセリング対応のヘッドホンになります。はい、昨年末に発売されて、こちらですね、購入してレビューしてきたんですけども、今回はこの AirPods Max に関わるですね、まあ一つやってなかったことがあるんですよ。それを今回やっていきたいと思います。ではこちらですね、 AirPods Max はまあ約6万円っていうことでね、まあかなり高額なヘッドホンになってるんですけども、 Apple 独自のですね、 H1 チップが入っていることで iPhone とか iPad とかとの接続性がものすごい良かったりとか、切り替えを意識せずに使えたりとか、まあかなりメリットがあるんですけど、こちらですね、接続端子を見ていくと、これライトニングしかないんですよ。はい。っていうところがあって、基本的にはワイヤレスで使う人が多いと思います。で、今回は、まあ、ちょっと試したかったのが、こちらなんですよね。はい。こちらがですね、この AirPods Max を有線で使うための、ケーブルになります。はい。ライトニング 2.3.5mm オーディオジャックっていうケーブルですね。簡単に言うと、AirPods Max のライトニング端子に接続して、3.5mm のオーディオジャックのケーブルに変換することができるものになります。これを今回というか、実は同時に買ってたんですけど、なかなかこれ試す機会がなくてですね。今回は普通にワイヤレスで、この iPhone で使った場合と、このケーブルを使って、DAP ですね。こちらで使った場合に、ちゃんとこの音質の違いって感じられるのかっていうところを実際にやってみたいと思います。ということで、早速行ってみましょう。はい、ではね、こちら開封してみたいと思います。よいしょ。これも実は本当ね、同時に買ってたんですけど、なかなか結構うちみたいに注文はしてるけど、結局開けてないって人も意外と多いんじゃないかなと思うんですけど、こちらがまず中身になります。あ、結構ケーブルはですね、細いですね。うん、結構ケーブルの質感的には、まあ、細くて柔らかい感じのケーブルになってるので、まあ、ちょっと雑に扱うと断線しちゃいそうな、ちょっとね、まあ、あんまり頑丈さとかはなさそうなケーブルですね。うん、で、実際ちょっと使ってみます。はい、使うときは、こちらにライトニングの端子があるので接続しまして、で、あとはこの状態で、まあ、こういったオーディオ端子、3.5mm のオーディオ端子の方に接続すれば、これでこういったペアリングとかもしてないデバイスで使えるはずです。ちょっとじゃあまずこれでちゃんとなるのかチェックしてみます。うん。うん。ちゃんとなりますね。で、あとなってるし、ノイズキャンセリングが入ってます。うん。うん。ノイズキャンセリングも外音取り込みも有線で使ってても、ね、ちゃんと聞いてますね。で、音はここから流れてるって感じになります。はい。そこは分かったんで、じゃあちょっとですね、ここから音質ですね。まず iPhone で聞いてみて、その後こちらの有線で同じ曲を聞いて、何か違いを感じられるのかっていうところをちょっとチェックしてみたいと思います。はい。ではしばらくこれで使ってみます。はい。ということで、1日ほど経ちましてですね、しばらく、この Apple AirPods Max で、これ有線で使ってみたんですけども、その結果ちょっとお話ししていきます。で、まずですね、大事なポイントなんですけど、この音質ですね。通常のこのワイヤレスの状態ですね。この状態で iPhone で音楽を聴いた時も、やっぱり AirPods Max ってね、さすがに高額なところもあるので、非常に音はですね、クリアで解像感も高いんですよね。それでいて原音に忠実な再生をしているっていうところで、ワイヤレスでも音質はですね、かなり自然でやっぱりいい音っていうのは間違いないんですけども、普通はですね、この無線のこのワイヤレスのヘッドホンで、ワイヤレスで聞くよりも、やっぱり有線で聞いた方が音質が向上したりとかっていうのはあるはずなんですけど、今回ですね、試してみて、音質はですね、正直そんなに変わんなかったです。はい。というか、何度もですね、iPhone と DAP を使ってですね、有線で使って違いがあるか、同じ曲で聞き比べをしたんですけども、有線で聞いても、音質自体はね、多分変わんないんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。唯一ちょっと違うかなと思うのは、もう出力ですね。パワーが DAP で使った方がちょっと高いかなっていうぐらいで、それ以外ですね、普通のこの有線のイヤホンとかを DAP で使った時のようなメリットっていうのがあんまり感じられなかったっていうのが正直なところでございます。一応ちょっと違いとしては、DAP の場合ここですね、こちらでくるくると回していって、まあ、ここで、ね、音量調整ができます。本体の音量調整。で、AirPods Max の場合ここですね、ヘッドホンのダイヤルでも音量調整ができるんですけど、この2箇所で、まあ、要は、DAP 側とヘッドホン側で音量調整ができるっていうのが、特徴になってます。なので、両方の、出力を上げておくとですね、
スマホで聞くときよりも若干出力強いかなっていうぐらいです。なので音質を向上させたいっていう目的でこの有線で使うっていうメリットは、正直あんまりないのかなっていうふうに、使ってみて感じました。で一応その他の仕様なんですけど、有線で使ってる時もノイズキャンセリングとか外音取り込み機能を使うことができます。はい、それは素晴らしいですね。ただその代わりこの有線で使ってる時も常に電力は必要とするので、バッテリーは減ってきますよっていうところですね。はい、ということで今回ですね、 AirPods Max を有線で使った場合に、どういう違いがあるのかってところをチェックしてみたんですけども、思ったほど、有線にするメリットっていうのは少ないかなと思いました。ただメリットとなるのは、この AirPods Max でね、この iPhone とか MacBook Air とか、iPad とか、その辺を使う時にもうこう装着しただけでもう自動的に繋がってるっていう、ね、この使い勝手の良さがメリットになるんですけど、この自動的に切り替わったりとか繋がったりするのって、基本的に Apple デバイスを使う時なんですよね。で、こういった Android が入ってるこの DAP とか、そういったデバイスを使う時は個別にこのペアリングをしないといけなかったりとか、結構手間なんですよ。で、そこをこのケーブルをね、接続するだけで使うことができるようになるので、Apple デバイス以外で、ペアリングがちょっと面倒だったり、ペアリングができないようなデバイスで音楽を聴くときに、有線で使うと、そこで他のデバイスでも使えるっていうところにメリットがあるのかなと思います。はい。っていう感じですね。ぜひ参考にしてみてください。ということで今日はですね、こちら AirPods Max、有線で使ったらどうなのっていう検証でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。